はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。ゼルダの伝説夢を見るします。1番リメイク実況プレイ続けていきたいと思います。今回は、レベル7大足の塔第7ダンジョンですね。正直申し上げまして、このダンジョンが一番の最難関だと思います。最難関というかめちゃくちゃ時間がかかります。はい、とりあえず左から行くんですけど、もうよく覚えてません。よく覚えてません。雑にやっていきます。早速詰まっていく。早速もう、攻略本を見て覚えようとも思わない。あのね、覚えられ。情報量が多すぎ。痛いです。情報力が多すぎんすよね、このダンジョンね。めちゃくちゃね、広いんで。広いし、めんどくさいし。あ、ミスった。そんなことある？ウェーイ。ウェーイじゃねえんだよ。ウェーイじゃねえんだよ。危ない危ない、あ、危ない、いろいろ、あ、落ちてきたのはいいけど、危ない、あぶ、あぶねえ。しかも、痛い。早速使わなきゃいけないし。早速消費していく。さて、ここね、ここにあるんですよ。今回のダンジョンアイテムが。鏡の盾なんですけれども。さあ、この鉄球、この鉄、あ、今じゃなくて今。ちょ、どうしようかな。ちょっといい感じのところに置いとかないと。この辺かな。この鉄球との長い付き合いが今から始まっていく。いくぞい。あのフクロウさん、あー、ちょっと突っかかった。いけ、単語。はい、これをね4回やらなきゃいけないっていう。危ない危ない。よし、レベルが上がったことによってこれもやりやすくなったね。とりあえず一旦こいつ置いとこうか。とりあえず邪魔だから、あー痛い、邪魔だから、邪魔だからこいつを潰してしまいたい。オッケー。どうだっけ、こうか、あ、違うわ。ん、右に行くタイプだよね。どうだっけ、ちょ、一旦邪魔、ちょ、一旦邪魔です。こうだっけ、あ、こうだわ。ほんで、こうか。あ、ちゃう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 。ん？今、右に行ったんだっけ、こいつ。え？ちょっと待って。あ、左なんだよ。っていうことは、ちょ、頭がこんがらがるんだよ、これ。左に行くんだよね。ん？もう左やんな。っていうことは、っていうことは、え、これ邪魔やろ。あれ？これってもしかしていけない？あー、逆の方が良いパターンか。これが右に行くな。で、これをこうや。あ、ちゃう？ん？ん？左に行く。こうか。うん。じゃあ頭がこんがらがるね。グダグダしちゃいましたー。チャリーン、マップだー。前はね、ランダムだったからあれなんだけど。ということは、一旦降りないといけないか。こう、降りるという作業が必要なんですよね。このゲームね。このゲームというか、このダンジョンね。あ、着地する場所が思った場所と違ったけど、まあいいや。これ今、いけへんな。よしよし。じゃあ、はいよい。これどこに行く？はいはい。ここ確かカービィ出てくるとこやんな。カービィ言うなって感じやけど。これは？くちばしか。どっかでクリスタルスイッチをあれせんといけんのやけど、どこでやろうかなーという感じですね、今。カービィだー！カービィだ、カービィ倒せない、カービィ倒せない、カービィ倒せない、マジで倒せない。あ、倒せ、
倒せない、かわいい。カービー。倒せません。倒せませんじゃねえんだよ。倒せません。よいしょ。これ右の行ったら、あ、痛いです。痛いでおます。お金はもりゃう。よいしょ。これ右行ったら、あ、ここにクリスタス行っちゃうのか。で、ここは、あ、くちばしあるやん。くちばし一応かなり痛いです。高き台の上の宝箱、さらなる高さより落ちる。はい。ここね、確かあれなんだよ。ちょっと待ってね。間違えました。ものすごい勢いで間違えました。これ、どうしよっかな。どこから入るかな。危ね。ここでええかな。ああ、ここー。とっと。あ、こいつに、あの、妖精さんをもらおう。せい。ほんで、危ない。これ移動させとこうか。ああ、ついたわ。ついたわよし。これなー、当てる場所を考えないとなー。ほっ！変なところに行かれるとめっちゃ困れへんねんな、こいつ。で、この下は？この下はスイッチか。これスイッチ押してもらうとめんどくさいことになるから、ちょっと一旦、これ動かへん？あ、動くわ。これ別に帰ってこれるな。帰ってこれるということを確認してやな。はぁ！はぁ！はっ！よし。はっ！オッケー！お金ー！あれ、そっか、今コンパスがないから、ピロリラリンってならへんねんな。あ、来たわ。そんなこと言うてたら来ましたわ。ピロリラリンってか。ちょ、金をもろっといて、今どういう状況？はいはい。これ、下行っても塞がれてる。ここ。ここから行けるか？行けるな。うん。このま、この丸ちゃんを持ってってやな。落とさんように気をつけないといけないんだけど。いない。あ、間違えた。とりあえずこう投げといて。よいしょよいしょ。ここをいかに効率よく行くとか、マジ無理なんじゃねって思う今日この頃です。よいしょ。ほんで、ぐるーっと回って、こいつをここに放り込んど、危ない！今ちょっと落ちそうやったぞ。放り込んどいて、あ、危ない！金ください。これは、あー、はいはいはい。でもこれこの向きで階段登れませんね。あそこの、ね、宝箱どっか、あー、これ行けへんのか。じゃあ、クリスタルスイッチ必要か。こうにあったら、ほいしょ、危ない。これはクリスタルスイッチを踏んで落ちるべきか。どっからか、この辺からか落ちたらええ感じに乗るんちゃうっけ。オッケー、乗った。んーで、この辺から乗って伝ってって、どっかでジャンプするかなんかで割った。これいけるっけ？この辺どっかからか。あった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 。これ。これに入りたかってん。これグロリンはまた後にして、あー、ミスだ。わお。わお。わお。あ、落ちた。ジャンプのつもりが落ちました。あ、よかった、近くで。ちなみにやけど、特になんもないな。今、ジャンプのつもりで押したら X やっても、飛べへんかったって落ちな。やだ、もう。これ、ここでいいんじゃん。気づいてしまった。もう一回、剣が強くなったから、それでね、
確かね、この辺から落ちたら、うん、ここに着地して宝箱ゲットできるっていう感じだったと思う。走れー。よいしょ。はい。はい、これがね、貝殻なんですよね。ちなみにね、けど、これ下なの？下はあんま意味ないか。そこから、普通にもう一回、一応見るだけ見る？下も。うん、こんな感じだから意味ないな。うおー、反応しやがった。んで、まあ、ヒノックスさんとのやりとりはまあ、今、ええとこ見つけてしまったな、私もな。はい！今！よし。で、これは開けといてやな。後々、後々ね、行くので、はい。これ、今、鍵持ってるから、これ、どうなんやろ。これ、今、ここ上がるとどこに行く？あ、行けませんね。っていうことは、ここに一旦変えなあかんのかな？これは、さっき鏡の盾を取った方がええんか？ぽいな。お、あ、届きませんね。ん？いけるんか、これ。鏡の盾取りに行くこと。ん？これ別に上か、ああ、そこで行けんのか。ごめんごめん。このこと忘れてた。あ！これでええんか。これで鏡の盾ゲット。めっちゃシンプルな盾になったんやけどな。なんかこれさ、あ、でも見た目はハイラルの盾のままなんやな。これはちょっと戻しとかないとそこ通れへんもんな。うん。んで、これはどこ？これって上行きすぎな感じがするねんけどな。だって空白やもんな。あ、でも宝箱があるのか。そこは先行かなあかんのかな。どうくしゃー。ちょっと闇が深すぎて。あー、お前かー。へい、そこのおちびさん、俺様と勝負する気か。いや、特にないんですけど、勝負しなきゃいけないんですよね。はい。上等でやろうとも、たたんじまいな、ペッ。お前が戦うわけじゃないんだよなー。さあ、うまいこと倒せるかな。全部一気に倒さなあかんねんけど。あ、いったわ。今なんか一個食らったような気がすんねんけど。いったらしいです。あいつ一気に仕留めないといけないんですよ。ここなんや。あ、ここあれか。ちょっと痛いです。とりあえず回復だけください。ほんでこれやろ。よいしょよいしょ。はい、ゼルダのー、久々のゼルダの、ここのタイル面白いな。さあ何が出るかな。ボス鍵か。ボス鍵か。意外と早かったな。で、これこう行っても途中で詰まるだけやしな。これ戻った方がええんかな。いや、戻っても入り口戻ってもしゃあないっちゃしゃあないのか。とりあえず、とりあえず見るだけ見る？向こう？ここは後々あの柱をぶっ倒したら階層が下がるんですけど。あー、いけん。あー、じゃあ上からいけんのか。よいしょ。いけるけども、途中でこうなって、わー、ビームが怖いです。避けました。ここ鍵が必要か。ここなんや。ああ、そこは入るだけか。ちょっと、せっかくやからと思って。まあ、ここはどうせっていうか、まだ行くべきところではないので。やだだ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 。当たりに行ってしまいましたよ。なんだろうね。避けたつもりが当たりに行くってよくあるよね。悲しいね。はい。ここ地下ステージないねんな。
ほんで、あー、あれ行かなあかんのか。爆弾のあのクルリンって回るあそこを放置してきたから邪魔、めちゃくそ邪魔。ここはまあ一回やってしまえば OK になったのが救いですね。ここや、これを忘れている。ここをクルリンしてやな。あー、これあれか。はい、待ちのターンです。あいつあれやな、あれに、なんやろ、このくるくる床に跳ね返るんだ。あいつうまいこと言ったら閉じこもるんちゃう。あ、ほぼほぼ閉じこもったんちゃう。あ、そんなことはなかった。しっかり抜けてきやがりましたね。あー、びっくりした。んと思ったけど黒玉がここにあったわ。はい、んーで、ここ爆弾やな。よいしょ。よーく見たらね、ひび割れもあるし、ちゃんとあの灯籠が、灯籠カンテラというか、ランプというか、食材か。が、なんで？あ、これは、あ、ちなみに私、先に進めぬ柵の向こう、その手に持つもの投げ込むべし。はいはい。で、これを、どっからか投げんといけんねんけど、おいしょ。よいしょ。合ってる私、なんとなく、なんか記憶だけでやってるけど、今んとこ。これで、こうして、ほんで、あそこ行くために落ちないといけないんだっけ。あ、これでいける？いや、クリスタルスイッチが必要か。確か。いけへんもんな、確か。クリスタルスイッチをどっかでやらないといけないから。ここか。あ、間違えました。爆弾じゃねえよ。これで、これの状態で登らなあかん。痛いです。これの状態で登らなあかんから、めんどくさ。めんどくさ。先、これか。ここから、あ、ここから行けるか。よし、割と、なんやかんやね、ショートカットできたらミスったかなと思ったけど。ほい。これで、これで、ほっってやって、危ねえな。若干危ねえな。これで、いけるかな？無事、ダイ！時間かかるわ。割と、なぁ、その、前に、あの、原作をやってから、そこまで、あ、ここや、時間経ってないから、年数も経ってへんから、なんとなく、ね、覚えてたけど、覚えてるから、割とサクサク目にいけてるな。よし、よし、よしかわからんけど、よし、ドーンと行こう、ドーンと。はい。ラス1！ じゃあ、ちょっとゾルちゃんがすごい怖い状態で静止してて怖いよ。はい。まあ、むしろ最後の1本だけで用を保ってたよなっていう感じだよね。はい。これで1段下がりました。おお！ダメージ黒取ったんかい。じゃあ、これで、さっきのとこ戻ればいいのか。こうなったら間違えましたね。こうなったらマンボウで戻るか。すごい隅っこでやってる。マンボウで入り口までワープします。はい。で、ワープがあるので、あれから行って、次回はボス戦かな。行きたいと思います。はい。それでは今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。